じ。おおブリルからヤッホー DIY リフォーム女子部のなつみでーす。萌えでーす。こんにちは。はい、今日はですね、はい、あの塩ビパイプでおしゃれな棚を作っていきます。わー、イエーイ。結構今日は塩ビパイプがあの肝なので、お、はい、塩ビパイプ、塩ビパイプを使って、はい、殺風景な壁を、そう、壁にガラッと、そう、ガラッと変えたいと思います。はい、じゃあ、はい、うん、はい、早速やっていこう。お願いします。レッツゴー。いってらっしゃい。はい、みさん、じゃあ、塩ビパイプに棚板を、はい、あ、棚板ね、はい、板どれにすればいいの？なんか幅とかいろいろあるね。結構、こう、塩ビパイプが結構厚めだから、あ、これだとちょっと、これダメ、うん、ダメです、これはダメダメダメだしです。これ使ってもいいですか、この木は？これ、あ、これいいよ。これ採用ですか？これ何だ、大丈夫ですか？なんかよくわからない板すげえ、よく、これこの幅は大きい感じでいいの？これで、うん、いけそう。じゃあこれでいくみたいです、はい、いきます。もう行けて、はい、じゃあ萌ちゃんチョイスでこれでやっていきます。はい、棚板、あの塩ビで測っていくんだけど、はい、これがちょっと試しで切ったやつで、はい、5.7 あったから、こっちで、はい、5.7 を、はい、塩ビのパーツを今測って、塩ビのパーツを、ね、はい、結構なんか細かいよね。あ、そうですね、5.7、難しい。はい、そう、必要なパーツを測って、で今日は、はい、あれ、これなんだっけ、マスキング、あ、マスキングでもう印つけちゃって、そのままもう、はい、そうですね、切るようにしてます。こんな感じで、これでマス、はい、はい、でここを切る感じですね。はい、はい、お願いします。こっちの方が切りやすい気がする、うんうんうん、線引くよりも丸いときは。あ、そうですね、はい、そうですね。じゃあこんな感じ で部品を作っていきます。はい、お願いします。はい、じゃあ切ってきます。はい、お願いします。おお、切りやすい。これで切れた。切れた。そうですね、なんかね、手の子でもいいみたいなんで、はい、はい、専用の、多分塩ビを切る専用のやつありますね、塩ビカッター、はい、こっちでも、うん、はい、今回はありました。はい、じゃあこれでまたやっていきます。はい、はい、じゃあパーツを切ってきます。はい、今から。実験の人ですか？ちょっと実験の人みたいな。今から切ってきます。怖い怖い。切ってくよ。はい。塩ビで。ちょっとそこにね、あの、なんだっけ、マスタ、はい、マスカー。あ、それさっき。テープ、あ、言った。はい。マスキングテープね。はい。猫の手でいきます。はい。猫の手。わかります？わかります？これ塩ビで。だってさ、ここさ、カスが、いつもさ、カスって木カスなのに、今日なんか、なんていうの、チーズ、チーズめっちゃピピピピピ飛んでくるから、あのちょっと、ね、パスタの上に乗せるチーズみたいな、あー、パルメザーノ、レッチャードレッチャード、レッチャードはい、美味しそうに出来上がったよ。はい、どんどん来るよ。はい、じゃあ、やすってもらったので色塗ってきます。はい、こんな感じでね、塗っていったらすごいなんか淡い色にしたんですね。うん、そうなんです。薄めにお願いします。薄めなんですね。あ、やばい、すでに 2,3 度にしてる。こんな感じですかね。はい、これヴィンテージワックスだったかな、はい、なんかそんな名前、ウォルナットを水で薄めたものです。はい、お願いします。はい、お願いします。じゃあパーツを、はい、まずちょっと薄くて、うん、ね、こういうパーツとかも全部塗装をやるので、塗装するのも全部、はい、最初にやするの？はい、やすってやります。やすった後、やすった後、これをこちら、うん、ミッチャクロンというプライマーですね。してください。はい、ミッチャクロン、はい、プライマー、なんかドラえもんのデータみたいだね。ミッチャクロンやってくれた。ミッチャクロン、これですね、はい、プライマー先に塗っていきます。全体的に塗るんや。はい、こちらで全部表面、これ何のために塗るんですか？これ塗装の前に使うプライマーです。塗装の前に使う、はい、塗装が落ちづらくなるのかな。そうですね、密着するから。あ、密着、臭い臭いです。え、でも密着論だから。はい、密着論なんで臭いです。すごい匂い、すごい。あ、じゃあそれを乾かしたら色塗れますね。はい、イエーイ、お願いします。はい、じゃあ切った
た塩味パイプを全部一旦黒でスプレー染めてきました。おー、外行ったんですね。そう、外行った。めっちゃ臭いけんね、これ前に染めた時に、うん、おー、すごい。こんな感じで、ちょっと汚れないようにした、はい、えらい、シューッと。おー、臭い失礼、臭すぎて。そう、でも外だとさ、ほら、うん、まあある程度臭くて見えるから ね、しかも敷地内ですからね。そうそうそう、うわ、臭い。はい、じゃあ乾いたから、これ黒いの、あ、いい感じ、乾いてます。めっちゃかっこいいよね、はい、ね、ブラックいいですね。そう、ブラックいい。もうだいぶ、さらにこのシルバーをね、はい、ちょっとね、味のある感じに塗っていこうと思います。お願いします。これ、こうウォッシュ感が、どれどれどれ、これ、これ、こういう感じですね。これが、最初はこんな感じが、こう、ちょっと、へぇ、鉄っぽく、あ、ほんとだ、鉄っぽくなってるやるだけで光、ポンポンするだけ、はい、もうポンポンするだけ、へぇ、ね、ポンポンするだけ、少量取ってポンポンするだけ、ポンポンするだけ、いいね、おー、いいね、ポンポン、こんな感じで、おー、パイプ感が、これもね、ちょっと光った感じが、ビフォーアフター、お、いいやないかい。あ、全然違う、全然違う。あ、全然違う。ウォッシュ感、ぜ、なんか普通の ね、これね、ちょっとプラスチック感あるけど、こっちの方が鉄っぽいなって。これめっちゃいい、ね、いい、おしゃれ、おすすめ。アイアンピン、そんなんあるの？そう、アイアンピン、そう、専用のアイアンピン、これはめっちゃいいかも、ね、いろんなのが使えますよね、うん、ね、楽しい、楽しい。じゃあ、こんな感じで染めていきます。はい、賛成。アイさんがしました、テープ巻き巻きに。ここね、はい、なんかこう通すんだけど、もうめっちゃスカスカだから、うんうん、そうなんですよね。なんかね、塩ビのこのテープでくるくる巻いて、なんか厚みつけてくっぽい。はい、ビニールテープです。塩ビはこれですね。ビニールテープ、ビニール、ビニールです。こういう細かい作業すごい好きなんだよね。いや、すごい、本当にこれ手元、この職人の手仕事。こんな感じで、これはすごい綺麗。いや、こういう大好きなの、これ。え、わかるかな、これ。え、なんかね、すごい綺麗に巻きつけられていく。ほら、気持ちいいぐらいに。こんな感じでここピチョンって切って、はいはい、でそうすると、そこにはめると、あ、すごい、ぴったり、ぴったり、そうそうそう、嘘こいた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 、ちょっと太い、ちょい太。巻きすぎました。鼻の汗やばいんだけど。え、あれ、ちょっと輝いてるかもしれない。いや、暑いからね、はい、いや、ほんと暑いよ、これ。いや、ほんとに、これ夏場はつなぎ結構大変ですよね。だから、今、半袖のピンクつなぎ探してて。あー、いいですね。そう、いけるかな、これで、はまる、いける、いける、いける、見て見て、ちょっとはまるところを、あ、あ、これで、ぴったり、おー。あ、これで、でも、はまる、まあ、はまる、はまる。ありがとうございます。ありがとう。これ、愛さんが連結してくれた。これ、もう取れない。これを、これをですね、はいはいはい、壁に受けるところに、これを、はい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 、こういうイメージで、今、もう下がこれ壁だとして、あ、わかりやすい。こういう感じで、で、こう、ここにいたらね、はいはいはい、で、ここが、あ、これがこうで、あ、今撮ってます。で、ここにもう一個こう来るので、これ、愛さんがはめてる。ありがとう。ここにはめて、で、ここにこう、これで全体像です。おお、上から撮るとこんな感じ。いいね、いいね。こんな感じで今組み立てが。もえちゃん楽しそうだね。はい、ちょっと楽しい、なんかパズルみたい。これで、あとちょっと、あと板乗せれば、うん、で、ここ接着剤でつけていきます。はい、お願いします。ありがとうございます。これですね。これは、塩ビ、塩ビ管用の接着剤。そんなん見せるじゃん。これが、あの、塩ビ管コーナーに売ってるので。せっかくならね、専用のを使って。で、わ、 めっちゃ匂いやばいです。ちょっと、あ、さん、これ、匂い、匂いすごい。どれどれどれ、ちょっとこれ、失礼失礼、これも刺激的な匂いです。お、あれ、あの、マニキュアの除光液。やばい、これ匂い。これを、ここのつなぎのところに、どれどれ、はまっている、結構はまっている、ここですね、ここに、すごいマニキュアみたいに、マニキュアだね。これをここにこうか、こうして、はい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 、で、これを、これをさっきの向きだから、こう、うん、このようにスポット、
おお。でいいはず。でまたこちら面も。こちら面も。ここにこんな感じで全部接着していきます。ほうほう、いやーし。つながってるね、はい。これなんかね速乾らしいんですよ。そんなに？うん、なんか早く乾くやつ。なんでどんどんやっていきます。いってらっしゃい。はい、じゃあ、はい、塩ビパイプついに貼り付けていきます。貼り付けます。なんか素でおしゃれなんだけど、ちょっとやっぱ黒で塗ったのが結構良かったかもしれない、うん、おしゃれおしゃれ、ちょっとグッと締まる感じ。これで止めていきます。はい、これでちょっと止めていくよ。すごい一瞬のんさん、え、なになに、一瞬ですね。そうなん、インパクトがすごい。もう一回とかって、ここがね、水平になるように、はい、ああ、大丈夫ですか、オッケー。はい、じゃあ最後にこの部分、はい、そうですね、はい、止めていきます。ちゃんと水平器を使っておる。そうだよ、もうこれ今日は全部水平器使ってるけどね。すごい、人間の目なんて確かですからね。ほら、いい、ちょっと早いな。これで最後です。オッケーでした。イエーイ、はい、イエーイ、ついにここで塗装作業、はい、ここで最後。焦るとダメね。中国人出てきた。どっから来たんですか。どっから来た。どうですか。今日の設計者はユーピー。おお。オッケー。オッケー。止めました。今日の設計者。はい、あ、どうですか。今日のポイントは？今日のポイントはここをちょっと。お。こういうのはでも自由にできます。塩ビで。へえ。こういう風になんか渡してみたり。うん、はい、こういうのも自分で配管いろいろと。確かに、デザインは広がります。うん、なんかね、めっちゃ楽しんでましたよ。楽しいです、これ、ぜひやってみてください。わーい、はーい、おしゃれ、すごい、めっちゃおしゃれ。お、どう、どう、いい、いい、いい、おー、おー、できたー。それ止めなくてもう乗せるだけでいいんですか。そう、乗せるだけで OK。 じゃ完成。はい、完成、完成。止めるのもありますので。止めるのもある。なので、もっとね、あの、ちょっとね、これ短かったから、本当だったらもうちょっとね、もうちょっと板の形を変えたいですけど、ここで止めるのがあるので、サドルバンドっていう、あ、そうそうそう、今日買ったやつ、そうそうそう、これで、あの、これに決めたら、ここで止める器具でやったら完成ですね。はい、はい、この棚を取り付けるの、はい、これサドルバンド、そう、はい、サドルバンド、これ、あの、ここのパイプと、パイプの太さと合ったものをここに、すごいよね、こんな感じ、本当にバンドみたいよね。はい、でここで、ね、はい、これを、はい、これではめて、うん、おー、いい感じ、おー、風がすごい、痛い痛い痛い、痛い、いい、いい、これで向こうが止めたらね、反対もね、すごい、すごい、ぎゅうぎゅう、これ、すごい、すごい、皆さん、そう、前みたい、走る前、おー、早い、いや、これで安定する。コンサーの格好映してたら、おお、へー、お疲れ様でーす。はい、じゃあお疲れ様でーす。お疲れ様でーす。じゃん、じゃん、エンビパイプでこんなにおしゃれな棚作りました。お疲れ様でした。結構ね、ちょっとこの組み立てるのにね、結構考えるのが、もえちゃん頑張ってくれて、ね、いやいや、うん、一緒にね、こうのどさんと一緒に壁とこう張り付きながらここみたいな、ここみたいな、それもでも楽しかったんでね、うん、ね、ですよね、この長さ変えたりしてすごいおしゃれにね、そうそうそう、組み立てれるので、そう、とにかく自分の好みに本当にできるし、作れる、もうこの色を塗るのもすごく、そう、これ今回ね、黒にしたけど、そう、他の色にしても、うん、楽しいですね、はい、あとね、施工が簡単です、あ、簡単、ね、そう、あの、軽いしね、うん、木よりも切りやすい、ね、しかも安い、安い、そう、とにかく安い、あとネジとかもいらずにこう、こういう使い目なので、そうだ、ね、カパッカパッてはめちゃえばいいのでね、確かに、はい、簡単にできると思います。はい、いや、本当に皆さん、あの、初心者の方はやってもらいたいなって思います。はい、で、家の雰囲気変わりますよね、確かに、変わる、はい、ガラッと、うん、ぜひ試してみてね。イエーイ、イエーイ、ありがとうございます、はい、じゃあ今日の企画が面白いと思ったら、はい、高評価